今季 M リーグ史上初となる個人5連勝を達成し、長い間個人首位ランキング1位を走ってきました。終盤チームメイトの水原にその座を譲りましたが、これが MVP に向けたラストチャレンジ。さあ親を迎えます。チーしなかったね松本ですね、うん、急走チーして配点ずらすことできたんですよね。しなかったですね。はい、積もりました。配点デドラのパーピンです。さあそして親を迎えます。なんと3曲。あ、接戦だ。接戦ですね。大悟絡むか。大悟が積もればエビバディカモンだぞ。これドラゴローソー、それとも誰か抜け出すか。佐藤は789などが少し見えるか。ドラゴローソーが来ました。大悟揃ったね条件は。はい、赤赤です。今シーズンの最後の登板となってしまうかもしれません。松本もタイヤをドラドラで行きそうですね。仕掛け、はい、誰がトップ目で何の4局に行くのか。面白いぞ。松本が広げていく。まずはキューピンを切って単陽です。こうやって見るとちょっと大悟の手が遅く見えますね。そう、ただ久とリーチするもんね。これどっちから入ってもカンパーソーもリーチですか。ええ、ここでパーソーポンポンです。ポンなんだよね。これで久とはがっくり。松本パーソーのポン、そしてイースを切ってテンパイは取りません。役がないため単陽に向かいます。あ、ちょっと優は進まなかったね。これどうやって変えていくかですね。久とね、変えないですよ。え、あのままです。え、はい、あのままです。あのままですよ。最後のパーソーにかけるの？あのままかけます。はい、知ってます僕は。嘘チーするかちょっとわかんないですけど。いや、チーするかな。嘘チー、あ、するんだね。かけるんですよ、知ってるんです僕これ。本当だ、はい、おそらく嘘を引いたらリーチまで。まあでもドラローソーか。いや、リーチするね。うん、なんかそれぐらいのテンションではあったと思います、ね、僕は。すごいね、盲点じゃ盲点だもんね。もうてかもう役あんのって。はい、これあれ松本ってパーソー引いたらパーソー完するんですかね。完ローマンでリーチだ。第5の先制リーチ。積もれば積もれば例の、あ、そうなの、積もれば例の全員集合ですね。これ完ローマンですよね。あれはないんじゃない。あと1枚か。1枚か。ウーピン通ってない。引きます。スーピン、これ松本スーピン通ってまだ頑張れる。3万が通ってない。チーピンだね。スーピンじゃないですか。うん、チーピンだね。ほらだってさ、はい、スーピンに赤ウーピンくっつくかもしれないじゃない。赤ウーピンも出てますもんね先に、うん、そうそう、かなり受け気味だね。はい、大事にいってるという印象です。ラス目には打ちたくないからな、みんな。何積もっても全員集合。そうです。あと優雅脳天の流局は全員集合です。それはあるね。はい、天敗だけど役がない。松本はパーソーポンしています。チーピンが筋なので、まあ、一応天敗取っといてから、はい、あの関数1リアム1チーするんでしょうね。9万がそもそも通ってないですからね。まずは1回天敗取りました。安全牌あんまりないよこれ。あんまないね。あれあれあれ、ね、まあ、チーピン、チーピン切るしかない。あと何ですね。あ、何か、はい、何か2枚出てます。これだけどみんな際どくテンパイさせようとするんだよね。そうですね。パーソー。特にね、優は先ほども言った通り粘りの優なんで、まだ実際粘ってますよね。粘ってます、はい、手は残ってるんでね。あ、これでもうアウトですね。そうですね、はい、ここで久とは完全撤退。あるよ大悟の待ち貫禄。あ、これチーすると関数マンかな。ええ、そうです。9万が通ってないんです。どうしましょう。いや、関数マン の、はい、あの待ちがそんなによく見えないから、ええ、泣かないかもしれませんよ。
ただこれ現状手の中に安牌ゼロなんですよ。次同席剣牌打つならチーして上がれる天牌に。いや、ローソー安全牌ですよ。ローソー安全牌。あ、ローソー安全そうですか。赤ウソが出てますか。あ、でパーソー4つ見えてますね、でもドラですよ、シャさん。でも赤ウソ切らないです。大体だけどドラドラだから勝負かけるかな、松本は。半数まで3900。大きいもんね、ここ。大きい大きい大きい。まあ振り込んでラス目に近づくけど、松本は動くかもね。これ赤ウソを切って白切って乗りしてから結構しっかりした位置に見えますね、やっぱり。そうですね、うん、両面待ち以上、まあ実際はカンチャン待ちなんですけど、両面待ち以上とかそういうしっかりした手に見える。両面待ちして勝負かけた。カンスマ、これが1枚あるのかな。手に3枚ですね。違うか、ない、ゼロか、ゼロだ、ゼロだ。松本どこまで頑張れるかっていうか、安牌ないから結局押し続けるしかないのか。ローソーか。まあ行くよね。はい、怖いけどワンチャンス。イシャンテンなってんの。なってます。あ、テンパったよ。1万8000だよ。これメンタンピイーペーコ赤ドラですよ。まあリーチまではしないけど、リャンピンは切るね。いや、辻田さん、これリーチですよ。リーチです。だって MVP 狙うんですよ。あら、サブローソー誰。これリーチですよ。ローソー2枚あり、あ、ローソー1枚か。誰持ってんの3層。ローソー1、3層手になし、うん、え、場は1、4山ですよ。これリーチしますよ。闇、この怖いわ。3層は出ると思ってるんだ、松本からは。そう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 。うわ、3層3枚ありますよ。3ピン、松本危ないぞ。松本危ないね。数万はないんだ。言うつもるか、言うつもるか。リーチは闇天だ。リーチないっすか、これ。最後の1回冷静だね。冷静ですね。松本から3層出ると踏んでる。これ3層だー。1万2000。単用ピンフイペイコアカ1万2000。土田さん、はい、粘りの湯ね、大したもんですね。トップですよ。いかがでしたでしょうか。